こんにちは、そば島です。新年明けましておめでとうございます。2021年始まりました。で、早速、いつもと変わらないビデオを撮るんですけど、最近ちょっとよく使っているのがこれですね。オズモポケット。これだとちょっと画角が狭いので、ワイドコンバーターのレンズを使ってるんですけど、最近よく使ってるのが、この Amazon のタイムセールの600円で売ってた、ワイドコンバーターのレンズなんですけど、特にメーカー名とかないな。これかな？ツヤ GLA。GLA ってメルセデスの車みたいな。っていうブランドみたいです。で、これなんで、何がいいかっていうと、接続するときの磁石が結構強力なんです。こんな感じで。ね、結構しっかりつくんですよね。例えば振っても、まあ当然磁石だから、落ちないんですけど、まあ、こんな感じで結構強力につきます。実はね、もう一個持ってて、このウランジの、ワイドコンバーターのレンズを持ってたんですよ。でもね、これはね、正直あんま使ってなかったんです。なんでかっていうと、さっきの磁石問題で、この磁力があんま強くないんです。まあ、音聞いてわかるかな。あんま強くなくて、ちょっと触っただけでね、これずれちゃうんですよね、こんな感じで。さっきのはめてみると、ちょっと触ったぐらいではずれないんですよ。で、これなんで使わなかったっていうと、さっきのずれる問題で、よくね、こうずれちゃってて、周辺に黒い影が映ってて、うまく撮れてなかったっていうのがあったんで、それで使ってなかったんですね。もうしばらくお蔵入りしてて、で、Amazon のタイムセールで600円ぐらいで売ってたんで、まあ、いいや、試しにちょっと使ってみようってことで買ったのがこのワイドレンズ。いや、これはね、全然良くて、非常に使いやすいですね。この磁石も強力だし。見た感じね、別にそんなに、まあ、作りがね、どうってそんな変わるもんではないんですけどね。こっちが600円のワイドレンズね。特になんかね、凝った作りではない。で、こっちがウランジのワ。こっちもまあ、特に凝った作りではなさそうですけどね。ここに鉄板があるくらいで。ただまあ、磁力は完全に、この600円のが上手で、トラブルも起きづらいですね。で、これから見てもらう動画も、この600円のワイドレンズと、オズモポケットで撮った動画なんで、まあ、これも見てください。ありがとうございます。2021年一発目です。周りはね、めちゃめちゃ暗い。今からちょっと初詣、近所の神社に初詣に行ってきます。マクドナルドは関係なしにやってるね。すごいね、マクドナルド。この先、弁慶中鏡水があるところ。よいしょ。ちょっとこの辺、住宅街だから、あんまり大きな声は出せないけど。来ました。近所の瀬川神社です。さて、階段に気をつけて行きましょう。相撲できたよと。さすがに手洗うところはコロナでなし。一応おみくじは売ってるみたい。よいしょ。よいしょ。そして賽銭。45円があるように45円。あります。よいしょ。行きましょう。終了。去年はここで何か出してたのにね。甘酒を振る舞ってたか。さすがに今年はないわな。とりあえず、
初詣は早速終わらしたので、まあまず初詣はこんなもんかな。新年明けましておめでとうございます。2001年の1月1日です。で、早速買ったおせち、これ見て、超豪華、すごいですよこれ。なんか内容を一個ずつ紹介していっても一通り時間が作れるくらいの勢いのおせちですよ。今日はこれをいただきます。そして一緒にいただくお酒はこれ、花村。去年買い出しに行ってたお酒ですね。でね、いっぱい飲めるようにこれなんか一升瓶だしね。それじゃあいただきまーす。おぉ、これはお餅らしいお酒だ。パンチがある。もうどれもね、美味しいんですけど、この黒豆見てこれ。金箔付き。ちょっと手が込んでるなぁ。プリ美味しかったし、数の子もいい味付けでした。見てこれ。野球に。いやー、ちょっと正月から豪華すぎますよ。だって、もうこれね、どれも美味しいんだよ。ごぼうの最強漬けだってよ。これ食ったことないね。うまい。美味しいよ。一個の銃は食べちゃいました。美味しかった。ちょっと寄せたけどね、こっちの方に。いやー、でもこれ美味しいな。正月からこういうお味しいもの食べれるのはいいね。今日の猫、にゃー。新年から寝てますね、君は。